DJ トビーのビーズレディオ。いや、今回はですね、実はね、トビー広島に来ちゃいました。実はね、緊急事態宣言も終わりまして、早速来てしまってですね、実は新幹線乗ったんですけど、まあまあ人がね最近動くようになってきて、広島もね、また時々来て、今回実はね、写真の撮影と、あるこれから出ていただけるゲストの山田先生とね、一緒に動画の撮影とかしてました。こちらもね、ちょっとね、スタッフの方がちょっと動画撮るのね、ちょっと初めてだったってことで、私がね、一緒に参加させていただくという形で、今回は動画の撮影をしました。早速ですけども、動画撮影終わりまして、お疲れ様です。お疲れ様です。今回は山田先生にお越しいただきました。こんにちは。ありがとうございます。山田です。山田先生ってアトリエも近くなんですか？そうですね。はい、この東宝の本社から、はい、約10分ぐらいもかからないぐらいですかね。あ、そうですか。本当、はい、今回ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。山田先生にはですね、皆さん、ジュエリーエンブロイダリーディプロマ講座、こちらのカリキュラム委員長をやっていただいていて、はい、山田先生はね、世界で活躍する素晴らしいビーダーだったね。アメリカでは皆さんビーダーって言いますよね。そうですね、はい、うん、ありがとうございます。もう本当に今回ね、山田先生にもずっと出てほしいってもう思ってたんですけど、広島だし ね、 そうですね、なかなかやっぱりリアルでね、こうやってお話しするのが一番いいのでね。お久しぶりですよね。そうですねで、山田先生にちょっとお聞きしたいのがですね、ビーズを始めたきっかけなんて今まで聞いたことなかったですけど、そうですね、何きっかけで始めたんですかまあ最初はスワロフスキーがやっぱり好きになって、うん、はい、そっからまあ本格的に始めたっていうのが最初です。スワロフスキーからやっぱり始められたんですね、はい、そうなんです。何作ってたんですか、スワロフスキーで。まあその当時流行ってたテグスで作る、まあ、マスコットのようなものですかね。はい、はい、ちなみにスワロフスキーで始められたのってどのぐらい前のお話なんですか？そうですね、まあ約20年ちょいぐらい前ですかね。やっぱり雅子様の、はい、そうそう、それやっぱりそれそれ、あらららら、らそれそれそれ、やっぱり雅子様すごいんですね。すごいですね。やっぱりトビーもいろいろ調べていたら、雅子様の話の前は、うんうん、まあお、なんか違う部分もちょろちょろあるんですけど、雅子様の前はね、美智子様がビーズのバッグをいつもお召しになられてて、その当時はビーズのバッグが流行って、我々も糸通しのビーズをね、ビーズバッグ屋さんに卸してたりしたんですよ。あ、そうなんですね。その頃美智子様のおかげでビーズバッグがすごい流行って、だから東宝って実は天皇家の方々、天皇家のご婦人ご婦人でいいのかな皇后様っていうのかなそうですね、でもそうですね、本当に助けられて、我々ご商売できてるんだなと思ってます。うん、そうですね。で、なんかあれですよね、なんかそういう女性自身でしたっけ、うん、はい、あ、ビーズニュース、ビーズニュース、はい、そうです、それそれ、それにこう乗ったあたりからはい、山田先生もこれ、それまではなんか別の趣味をされてたんですか？まあ、洋服作ってたりとか。あ、洋服だ、まあ、手芸関係やってましたね、編み物したりとか。そうですか、はい、それでテグスでいろんなものを作り始めて、はい、で、どういうストーリーで世界のビーダーにまで行ったのか。いやいやいや、短時間で結構ですいやいやいや、全部話したら多分長い話になっちゃいますよなんかちょっと短時間短時間いや、もうこれ今からこのラジオ4時間とか5時間やるわけいかないんでなんかどういうストーリーでそこまで行ったんですか？まあ、一番最初はテグスで作る、はい、私の愛犬を模して作ったのが最初だったんです。これさっき話してた、はい、私がチョコレートから来たんじゃないかと思ってた、そうです、チョコちゃんの話です。そうですか。そう、結構私のショップがアトリエチョコという名前なんですが、はい、まあチョコレートが好きな人なんだろうなってみんながきっと思ってると思うんですけど、はい、本当のところを言うと、はい、愛犬の名前がチョコという名前だったんですね。そうで、はい、そのチョコをそのスワロフスキーで作り始めたってことですか？うん、最初は、まあ、チョコちゃんを作りたくて、うん、それを、まあ、あるコンテストのようなものに募集したら、はい、それが、まあ、当選とは言わないですね、入賞ってことですね、うんうん、そして本人 の、 掲載していただいたんです。いや、実はね、広報本社に来たらねその本がね、たまたまここにすごいですね、古いですよね、これブティック社さんなんですね、しかも。あ、
そうなんですよ、ね、今のビーズフレンドがやってるブティック社さんから、ビーズでビーズ、はい、古いですね、という本がありまして、はい、その中のね2号2号の32ページに、いやいやいや、もうページまで言われると山田先生が載ってるじゃないですか。もう写真も載ってるけど恥ずかしいんですよ。しかもこれあれですよね、これ多分ここ、これディズニー、そうディズニーもうハマってたんですよ。でこれここに、はい、こうなんか写ってるの多分ですけど、これここに何ですかこれ、ポップコーン入れるやつ、入れ物ですか、これ違います。いや、それは多分カードケース、あ、カードケースね、入場券を入れる、入場券入れるやつね。昔は入場券入れてたので。あ、そうですか、はい、そっか。え、その時はディズニーランドとか今も好きなんですか。今はちょっと行かなくなっちゃいましたけど、はい、もうあのアメリカのフロリダとかには。あ、そうですか、はい、やっぱりこの当時はビーズモチーフ作家さんだったから、うん、ディズニーのものも作ったりされたってことですね。いやいや、ディズニーのは作ったことないです。そうだ、申し訳ないけど。別物？それは別物、はい、もうディズニーはもうチョコを作ると、はい、もうそこは、何ですかね、はい、イコールには私の中ではなってなかったです。あ、もうそれディズニーは遊ぶもの。すいません。犬は犬と。そうです、そうです。え、じゃあ犬以外にもいろいろ、なんかその当時だとよく聞くのがピンクパンサーを作るのが流行ったりとか。そうですね、ピンクパンサーも作ったし、はい、もうその当時流行ったハート、あ、ハートモチーフ、それ結構ハートのモチーフが流行って難関っていうことで、私は結構作ってたんですけど。じゃあその当時はから、うん、それを教えるってこともされてたんですか。実を言うと全くしてないんです。してないんですね、その頃は。まあ、その頃はネット販売をちょっとだけしていて、はいはい、でもその当時からネット販売するって結構新しかったんじゃないですか。まだその作家さんとかがどんどんネット販売、はい、おそらく新しかったと思います。まだミンネとか、はい、あ、全然ない時代です、ね、ない時代です、はい、もしかしたらそういうネットとか販売するとか、うん、そういうのがお得意だったの自分で、まあ、あのホームページは実は作って、うん、ご自身で経験は、うん、あのディズニーに行った旅行記とかを実は作っていて、すごい、ご自身でそのページを作ってたんですか。そうです、もうあのこう勉強して。そんなにディズニー好きだったってことですか。いや、もうビーズ記じゃなくてディズニーの旅行記を作っておられたんですか。そうなんです。もうだからブロガーってやつですか。いや、まあ、その当時から、はい、あの個人で行ってたので、個人で行くやり方とかそういうノウハウをホームページに出してたんです。すごいですね、はい、あのアメリカにやっぱり行くとどうやって撮るかとか、あの宿泊とかね、飛行機とか、そういうのを。今でこそビーズで行かれ、ね、ビーズで行かれてるけど、はい、うん、その当時からはディズニーが目的で行かれてたんですね。ディズニーが目的で。その時はまだ全くビーズとか見たりはなく、ディズニーランドに。はい、そうですね、その当時は。そうですか。結構ハマってました。年に2回ぐらい行ったりとか。じゃあなんかそのあれですか、なんかお仕事とかでこうなんかそういうプログラムというか。そうですね、大体事務職だったので、はい、あのプログラムを作ったりっていうのもあの仕事の範囲内でやってました、ね。すごい。ってことはその時は仕事をしながら、まあ、こういうモチーフ作ったり。いや、遊びに行って、うん、その後、ビーズに出会って、まあ仕事は辞めた後にそれを始めました。そういうことは、じゃあ昔の仕事の時のスキルが、はい、こういろんなものに活かせたってことですね。そうですね、はい。そっか、すごい。 でもこれ今は刺繍とかビーズステッチやっぱり一番されるんですか。そうですね、まあ、やっぱりあの最初はテグスから出会ったんですけど、はい、あのビーズステッチにですね2005年に私は出会いまして。2005年にビーズステッチ、まあ、大体そのぐらいってことですね、はい、うん、であの学習フォーラムから出会って、はい、そこからもう衝撃を受けて、もうズキューンズキューンドキーンみたいな。あれ最近流行るの、うん、なんかドキュンドキュンみたいな。ドキュンドキュンです。あれですか。もうカーッともう熱量が上がりまして、はい、でその翌年からビーズボタンショーに行き始めたんです。でビーズボタンショー、もういきなり次の年か。はい、もう募集があったので、あのもちろんツアーだったんですけど、はい、最初は2回ほど、はい、2006年7年とツアーに入って、はい、これだとたくさんのレッスンが受けれないっていうことで、はい、もうその2008年からはもう一人で、もしくはまあ現地集合で。あ、そうか、ツアーだと短いわけですね、はい、そうなんですよ。でもっといっぱい受けたいから、もっと受けたいの、もうもっと受けたいから、もう長くいるために、はい、もう自分で予約して、はい、自分で行ってたんですよ、はい、もう行くっていうことにしたんですね。それでクラスももうどういうんですかね、日中のクラスと夜のクラスとかあるんですけど、もうマックスで取って、すごい、もうずっと勉強してました。
もう楽しかったです。すっごいすっき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 これ半端ないですねだからもうすごい燃えてましたよ。もう何でも習いたかった。今のお話聞いてると、うんうん、まあ、今アメリカで教えたりとか、はい、まあ、まで最終的には行かれる話でしたけど、そうですね、もう2005年にビーズステッチになったら、うん、もう翌年にはもう行動に起こしてもう行くぞみたいな。あ、やっぱすごい、やっぱりこう、ね、もうそういうやっぱすごい方になるためにはもうパッと思った時に行動するってどうなんでしょう、もともとやっぱそういう方なんですか、やっぱり思ったら即行動派みたいな。まあでもビーズに関してはそうですね。だからいろんなベネチアンのツアーがあったりとか、はい、それこそ、スワロスキーの本社がある、はい、オーストリアのインスブルックとか。オーストリアも行かれたんですか。もちろん行ってます。すごい、はい、でもちょっと今その 間の中に、はい、きっとこうあれですよね、モチーフ作家さんの時はEC で物を売っていた、はい、いやその時は教えてない。こ教えるってどの辺からですか。そうですよねこの境目がもう見えないんですけど。そうですね、はい、もう最初に教えることを始めたのは、はい、もうその販売をしていた時に、うん、元同僚が、はい、公民館のお話を持ってきてくれたんです。あ、公民館で教えてみたい、はい、みたいな話ですか、うん、なんかビーズが好きだったらどうってこう言われて、はい、紹介するよって言われたのが本当の最初です。それで公民館で、それはモチーフを教える話だったの最初。まあ最初はモチーフはちょっとステッチになってました。いや、まだスワローの感じで、雅子様のあのネックレスみたいな、はい、そうですそうです、うんうん、どちらかというとまだ、ビーズステッチが出てない八の字編みとか、はい、 そうですね、そういう時代ですね。だからそれから始まって、はい、だんだんとその公民館が定着してきて、はい、でその間にビーズステッチに出会う頃には、はい、もう学習フォーラムの講座を受けて、はいはい、まあ、先生やりましょうみたいな感じにもう自分の中でなっていて、すごい、まあ、2006年から全てがスタートしました。あ、もうアメリカに行って勉強する も、うん、も教えるも、そうです、もうグーみたいな、グーッと。だからそこから教室がまあ3つぐらい増えたりとか。一気にですか。一気にもう自分がすごい、まあ、やろうって思ってたんですね、はい、パーツクラブで教えたりとか、はい、まあ、そういうことがちょっとこう始まっていき、はい、そこから、ビーズステッチで盛り上がり、はい、作品の作風が変わり、はい、そこからなんかこう階段を上がるような感じだったですかね。すごい、はい、じゃあもう一気に、ちなみに、はい、それって集客とかいろんなところ、カルチャーセンターがやってくれるとか、うん、あ、それともいきなりなんかどうやってスタートしてるんですか。そうですね、まあ、世の中が良かったんでしょうね。あ、結構経済が良かった、経済が良かった、皆さんも、はい、やりたい方も多かったし、はい、まあ、教室もそこそこどんどん増えていくような、はい、他にもやってる方もいらっしゃったんですか。それともあんまりいなくて。あ、いや、もうもちろんいらっしゃいましたよ、はい、ステッチじゃなくてビーズという括りで言うとかなりの方が、はい、あ、はい、そうなんですね。そうなんです。ちょうどその、そうか、雅子様スタートのビーズブームでグワーンっていった時 で、うん、そうですね、みんな習いたい人もたくさん、うん、たくさんいて、であと2006年から百貨店も出だしたし、早くないですか。もうだから何もかもが2006年。じゃあもうそこからもううわー忙しくなったんですね。もううわーってわーっていうのもちょっと勉強のためにアメリカにもバーって行って、 そうですね、その翌年から自分でチケットを取って行くようになって。そうですね、まあ、2年後ですけど、うん、すごいっすね、はい、じゃあもう怒涛のスタートだったんですね。そうですね、もうやるっきゃないっていう感じ、もう勢いで行った感じです。はい、で山田先生ってこうビーズステッチ、私の印象だとエンブロイダリー、もちろんこれをうまく掛け合わせて、はい、やっぱりこう素晴らしいジュエリーを作っておられる作家さんという印象があるんですけど。ありがとうございます。こうなんて言ったら一言でこうまだ始めてない方にこういうとこが面白いんだよみたいなことって山田先生の口から、まあ、一言であってもいいです。一言は難しいですトビーね、これ打ち合わせないですけど、突然から送ったりするんですよ。どういうとこがこうハマったポイントっていうか、そうですね、楽しさとかなんですか。やはり作っていて時間を忘れる、はい、うん、それからあと綺麗なものができる楽しみ、やっぱりね、綺麗なものできるっていいですよね。そして最後は身につけられる、はい、これがやっぱりアクセサリーの面白さかなって思います。はい、うん、はいはい、でやっぱり私もなんかいろんな方とお話してて思うのは、やっぱり世の中に売ってるアクセサリーじゃもう自分が満足できない、
やっぱそういうで自分だけの世界に一つのものできるって重要ですよね。 そうですね、そこがやっぱり一番惹かれるところでしょうね、はい、でどんな方が基本的に一番最初習いに来られてたんですか。まあ、テグスの時代は結構お若い方、はい、多かったんですけど、はい、ステッチになってからは結構年配の方も増えました。あ、そうなんですね、はい、やっぱり、針と糸を使うっていうことが、まあ、歌い文句ではあるんですけど、うん、はい、もうその通りで、針に慣れてらっしゃる方が多いんですね、はい、で、そういう方がまあとっつきやすいというか、はい、見やすい、目に見えるというか、テグスだと見えづらいんだけど、はい、針と糸だと持ちやすいし拾いやすいし見えやすいっていうところが売りですよね。そういうところでやりやすいとおっしゃる方がやっぱ多いです。そうですか、うん、まあ、テグスもねすごい素敵なんですけど、うんうん、まあ、私はステッチ の針と糸のしなやかさっていうのにすごく感銘を受けたというかですね。あとなんか技もたくさん、技って言いますか、ステッチの種類、ね、ステッチですよね、はい、種類もねたくさんあるので、ね、たくさんありますもんね、はい、あれごめんなさい、技って言わないですね、技じゃないですね、はい、テクニック、まあ、なんかいろんな種類もね、編み方ですよね、編み地のテクニックがいっぱいあるから、はいはい、ありますよね。なんかこう一つ一つこう身につけていく楽しさなんかもありそうですよね。そうですね、あれってこう一個一個身につけていくと、なんか自分がここを表現したい、ここはどの技法でいこうみたいなのが自動的に頭の中で出てくるものですか。そうですね、もう大体作品を作る時っていうのは、はい、こんな感じかなっていうのを思い浮かべると、はい、このテクニックにするか、まあ、例えばスパイラルループにするとか、はいはいはい、うん、するとかっていうことを、はい、ちょっとこうイメージするんですね、はい、うん、それで作っていくようなイメージです。あ、そうですか、うん、もう大体こうイメージ、もう長年されてるとこうイメージしたものが大体形にふわっとこうなってくるものですか。まあ、大体ですね、はい、で、まあ、私の場合は個人的なんですけど、はい、素材ありきなんですよ、はい、で、今まあステッチのお話だったですが、刺繍なんかはもう素材ありきで、はい、その素材からのインスピレーションで作っていくことが多いです。あ、素材を見て、はい、例えば、はい、場合によってはビーズの新しい色を作って、うん、これで使ってみてくださいって言ったら、うん、あ、この色だったらこんな印象だなみたいなので、うんうん、そうですね、私の場合はそうですね、先にイメージがあってそれを買い出しに行くっていうんではなくて、はい、その出会ったものからの放たれるインスピレーションでこう作っていくっていうタイプです。あ、すごい、確かになんか、はい、降りてくるみたいな方もいらっしゃれば、うん、さっきのビーズの色からのインスピレーションでいうと、うん、この間収録させていただいた、うん、ビーズフラワーの下永先生は、うん、まあ、お花専門じゃないですか、はい、だからこの色だったらこの花かなっていうインスピレーションでいかれるって、 なんとなくわかる気がする。やっぱちょっとこう山田先生の作品もちょっとアートな、ね、作品多いですから、もしかしたらそういうアート系の人はこう色からインスピレーションみたいなところもあるのかもしれないですね、うんうん、そうですね、まあ、人それぞれなんでね、いろんなやり方があると思うんですけど、ちなみに山田先生 の、 いろんな活動をされてますけど、はい、今我々で言うとアドバンストデザイナーということでやっていただいてますけど、はい、山田先生ってまあ、今アドバンストデザイナーのお話しさせていただくと、今パリのね我々の提携してるお店に一緒に飾っていただいて本当にありがとうございます。もう反則のものを作っていただいて、とんでもないです、ありがとうございます。いろんなこう表現をしていただいたりしてるんですけど、うん、山田先生は今海外の活動としてアメリカに何年も行かれてたんですよね。はい、そうですね、アメリカに習いに行くというか、はい、形では、2006年から2018年までずっと言ってましたね、もう欠かさず、はい、で、教える方は、はい、あ、何年だったっけ2011年からだったかなあ、11年からずっとそうですね、はい、2018年まで、はい、結構そんなさせていただきました。これ聞いてもいいですか、うん、トビーもね、仕事で、まあ、前職ちょっと職員の仕事してたんで日本語通じない海外にもこう機械の使い方とかお菓子の作り方とか教えたりしてたんですけど、おすごいですね、こんないきなり教えるって言って なんか一応通訳さんみたいなのはもちろんです、はい、英語は得意じゃありませんので、はい、それとあとねやっぱり契約的なこともあるので、はい、通訳さんを必ず入れて、お金ねお金もらうからさすがにねだからこう身振り手振りで、そうですそうです、アイコンタクトじゃないです。でも習う方は、はい、お一人で習われてたんですよね。あ、そうですね、一人で入るクラスももちろんあるし、結構なんとかなるもんなんですか、うん、もう全然なりますよ。これはね、
習いたいなと思っている方もしかしてドキドキしてるかもしれないんですけど、それはドキドキしますよね。しかもアメリカのワークショップって結構それなりの高額じゃないですか、うん、そうですよね。でなのでそれで全然分からなかったらどうしようと思いますよね、がっかりですもんね、はい、でもここはね安心していただいていいと思うんです、はい、ビーズステッチをねすごいやってると、はい、まあなんていうんですかね、クラスに入ってもわかるじゃんっていうこの驚きがねありました。なんだいけんじゃんみたいな感じですか。そう最初はドキドキしたんですか。やっぱり最初入った時はドキドキしたんですけど、はい、レシピとかが英語だけどって思ったけどわかるじゃんみたいな。逆に英語で読めちゃうってこと。いやいやじゃなくて見ただけで図だけでわかる。へでイメージがもうつくんですよ。 もちろん写真とかね、はい、あらかじめ見てるし、まあ 現物とかね、現物もあるし、うん、それで、まあ、先生ももちろんね丁寧に教えてくださるのでわからない時はなんとなくこっちがわからないと外人なのでこう来てくださるっていうのはもちろんあります。余分に、はい、丁寧に教えてくれます、ね、教えてくださいます。でも基本的にはある程度やらないと、うん、全然進まないので。今なんかですと、うん、なんかいろんなお話聞いてるとなんかアメリカの方がこうズームとかでなんか、そうですね、なんか日本に教えてる方もいらっしゃる。そうなんですかっていう噂をどっかで。なんか Facebook のお友達の方とかは Zoom でやってるんですけど、うん、おそらく入れると思うんですけど、はい、私もちょっと英語がわからないので、それでしかも Zoom だったらどうなのかな、ね、いやいや私もちょっと入れないかな。でもね皆さん安心してください、うん、山田先生はやっぱりそれだけ長くアメリカにも行かれてるし、アメリカのテイストも日本のテイストもどちらもできるのが山田先生って、私の本当に印象なんですよ。 ありがとうございます。アメリカって本当にすごい方。私一番最初トビーが行った時に一番印象的だったのは、はい、ここにねなんかキツネかなんかあれウルフ剥製みたいなのがついたビーズの作品をつけてる方がいらっしゃって、いやそれは普段身につけないんじゃないみたいな。ここにウルフの剥製みたいな、まあ人形なのかな分かんないですけど、まあ多分なんか陶器なのか、ね、なんかですよね多分ね。それって皆さん普段つけるのかなみたいな。でも山田先生はアートで作られてるような、はい、普段身につけないけどパーティーとかで身につけるようなものから普段使われるものまで、もういろいろ両方されてるっていうのは、はい、本当にすごいことだと思います。はい、ありがとうございます。でもせっかくなんで山田先生もちょっと撮影の後お疲れなとこを聞きたいんですけど、はい、ビーズで、はい、そのアメリカとかそんな長く行ってたらこんな失敗したとかこんな面白かったエピソードみたいなって何かありますか。そうですね、まあはい、私一人でアメリカに入国するときに、はい、かなりドキドキするんですよ。分かる、やっぱり、ね、英語をね入国審査の時ですか。入国審査って喋るんですよね、アメリカって、うんうん、でその喋るのでいつもね、はい、ドキドキしながら、なんでかっていうと、はい、よく止められるんです私。なんでだろう、わかんないんだけど、ですごくしつこく聞かれるんですよ。なんかこう、うん、なんか持ってるのもあるんですか。いやわかんないけど見た目かしらって思いながら、よくわかんないんですけど、はい、なぜか必ず入国審査で根掘り葉掘り聞かれるんですよ。で英語はもうそのサイトシーンとかなんかこういう感じで言うだけでね、ファイブデイズとかこういう感じで言うだけなのに、バツですよね。いやもうそれだけは用意していくので、うん、でもそれ以外のこと聞かれるんですよ、はい、何しに行くのか、なぜミルウォーキーに行くのか、はい、すごい聞かれるんですよ。で、あらかじめバッグの中に、まあ、何回かになるとバッグの中に、プログラム表とかいろいろ持って行って、ここに行くんだということを言ったりチケットを見せたりするんですけど、はい、一番の、ドキドキした話としましては、はい、ハワイ経由のトランジットで、はい、まあ、これもちょっと私も浮かれてたんですけど、浮かれてたんですね、はい、ハワイ行くし、はい、ハワイ、ね、ハワイ行くしみたいな、うん、でもこれは言っときますけど、はい、飛行機会社のそのトランジットのだけなんですよ。私が勝手に取ったわけじゃなくて、はいはいはい、ミルウォーキーに行くまでの間のトランジットでハワイがあったので、ホノルルが、はい、やったーと思ったんですよ。素晴らしいじゃないですか。それで、うん、6時間ぐらいのトランジットなんです。あ、だからちょっとワイキキ行ってくるとかいうのね、はい、まあ、はい、ハワイも何回も行ったことあるんで、はい、あれなんですけど、ちょっと行くっていうのをね、ちょっと、まあ、私の中で算段していて、はい、で浮かれたわけですよ。浮かれますでしょうかね。浮かれる浮かれる。で入国審査に入りました、はい、そしたら
何しに来たのって言われたから、はい、まあ、これ何回か言ってる間なんで、はい、いつものように、ここが一番重要なんですけど、はい、何回か言ってるうちに私も学びまして、はい、プログラムとかチケット以外に、はい、まず自分が作ってるネックレスをつけてるんです。私これメイク、ね、メイキングとかなんか言って、うん、自分が作ってるとか言うんですよ、まあ、ちょっと合ってないかもしれないけど、うん、はい、それであとは必ずエンゲージリングつけておくんですよ。はいはいはい。それで、うん、なんかよく話に聞くと、うん、女性の一人旅はアメリカに入国してグリーンカードをもらいたいからなんかこう、結婚しに来るみたいなことがたまにあるらしいんですよ、はいはいはい、うん、それを警戒してるということをよく聞くので、はい、まあ、ここにエンゲージリング、まあ、普段してないんだけどしといて、はいはい、まあ、入国しますっていう感じで、まあ、バッチリな感じ勉強してたけどね、はい、バッチリな感じです。完璧な状態にそうです、うん、で入りました。そしたらしつこくしつこく何しに行くんだって聞くんですよなんで来たんかとかなんでここに入ってきたのかって聞くので、はい、いやいやもうチケット見せます、これ見せて、でそしたらおかしいと、おかしい、おかしいと、でなんか分かんないんだけどよく聞くと日本人がハワイホノルル空港がトランジットはおかしいだろうとなんでなんでだろう、日本人はハワイに遊びに来るのに、あ、なぜここを素通りにしてわけのわからないミルウォーキーに行くんだと。あ、そう、そういう話なんですよ。6時間しかいないなんて、うん、おかしいじゃないか、何しに来てんだと、おかしいじゃないか、はい、みたいな感じで、別室に連れて行かれ、別室まで行ったんですか、すごい、来い、どうしようどうしよう、ジャパニーズプリーズ、ジャパニーズプリーズNo English Working Only とか言われて、とか言ってどうしようどうしようどうしようと思って、そう、すっごいもう心臓が口から出そうでした。私は心臓が口から出る相当ですねそれ。いやもうドキドキして、もう頭がマックスになってて、はい、で浮かれ気分がもう逆に、逆にですよ、やべえみたいな。もうそこにもう1時間2時間ぐらいいたんじゃないかいうぐらい、もう止められて、はい、それでいやどうしようと思って、もう最終的には下手な英語喋らない方がいいので、はい、確かに確かに間違えられたらね、 I don't understand ってずっと言ってるんですよ、喋ってるじゃんみたいな感じなんですよ、分かんない分かんないみたいな、ほわーっとした顔して分かんない分かんないみたいな感じでやってたら、はい、もう OK とか言われて、 OK になったんですか、 OK になったんですよ。うわもう何時間待たされたの私と思ったら10分だったですあ、それぐらい長く感じたってこと10分程度だったです。あ、じゃあちゃんとビーチも行けたんですか、うん、まあビーチ、まあ泳ぐとかないけど、いや、まあ、見に行くとか、見に行ってね遊びに行きました。いやでも確かにそういう時長く感じそうですね。いやもう私このままお縄になるのって思ってだって何も悪いことしてないのにとか思ってすごいドキドキしました。すごいアメリカ、自由の国ですね。自由の国ですね本当に。いやでもそうやってね、世界のね、そのアメリカのショーって世界からいろんな方が来るんですよね。そうですね。だから世界のお勉強も、うん、世界の方に教えてる山田先生の実際のお教室ってどんなところでされてるんですか。まあ、私はもう広島市内中心にやっています、はい、でまあ、ご希望があればね、はい、今まででしたら例えば、まあ、九州の方行ったりとか、あ、そういうことを、はい、オーダーメイドでされたりすると、はい、お呼びがかかれば先生教えに来てって言われたら、うん、もう行きますよっていう感じなんですね、はい、まあ、ご招待いただくようなイメージなんですけど、ちょっと行ったりとかは何回かやってます。そうですか、はい、一応ね、今山田先生が監修していただいてる講座も東方が運営するビーズの学校、日本シードビーズ協会の中で、うん、ジュエリーエンブロイダリー、あ、言えてね、エンブロイダリーディプロマ講座ということで我々も運営してますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。で、山田先生のお教室についてはブログの方でもご紹介しておきますけど、山田先生はい、ご自宅はちょっとなかなかラジオで言うのもあれだから、はい、なんかされてる教室、はい、教室は、RCC カルチャーセンター、はい、RCC のね、はい、うん、まあ、広島の方だったら、はい、テレビ何曜日にやってるんですか。木曜日ですね、第3木曜日、第3木曜日ね、はい、まだ空いてるんですか。あ、もう全然空いてます。あら、嘘、山田先生から直接もらえる RCC の、はい、皆さん、ね、チャンスですよ、はい、ぜひよろしくお願いします。コロナ対策もしてます。はいはい、あ、じゃあコロナ、そうか、広島なんか、はい、確かあれですよね、市長さんかな、はい、が上手にされて、はい、広島県か、県ですね、県知事さんが上手で、はい、なかなか広がりがなかったんですね。そうですね、かなり抑えてるんじゃないかなというふうに思ってます。で、あとはご自宅の、その辺はね、先生最近ホームページリニューアルされたってことで、はい、頑張りました。そこをね、しっかりトビーがページの方に誘導するので、ぜひ皆さん見てみてください。はい、山田先生がね、ご自身でページも作られたってことで、はい、前職の仕事が
役に立ってるところですよね。そうですね、まあ、人生ね、うん、役に立つ、習ってきたことは役に立つと思うので。で、山田先生のページでは、うん、Zoom なんかでも、はい、教える仕組みを作られてるってことなんで、はい、そうです。皆さん北海道から沖縄の方までみんな習うことできますから、はい、ぜひ習える範囲っていうのは、うん、もちろん学習フォーラム、はい、日本シードビーズ協会、はい、まあ、私のオリジナル、はい、どれもやっていますので。全部やってるんですね、はい、ご相談いただければ、はい、オリジナルっていきなり、はい、山田先生のこうアート作みたいなオリジナルみたいないきなりやったことない人やりたい、いや、それはちょっとこっからやりましょうみたいな感じなんですか。それは申し訳ない。ぜひエンブロイダリーから始めてください。ですよね。一番、はい、そういう方もいらっしゃるんですか。まあ、いきなりこれからやりたいみたいな。今のとこいらっしゃらないですね。でもなんとなくですけど、EC、はい、っていうか、はい、ネットショップで買えるだと、いきなりそれをポチっちゃったりする人っているんですか。ごめんなさい、ポチりがないので。そうですね、ポチ、はい、ポチるわけじゃないですね。ご相談から入ります。ご相談から、はい。そうですよね。確かにいろんなテクニックが融合された山田先生のよ、はい、そうですね。だからやっぱりこの、はい、基礎から習うような仕組みになってるんですね。そうですね。皆さんご安心ですね。ぜひとも基礎から、はい、やっていただいた方がいいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ山田先生、ちょっと最後にね、お聞きしたいのがですね、はいはい、これ本当皆さん本当申し訳ないんですけど、はい、東方の品番の中で、はい、山田先生の一番大好きな色をね、はい、いただいております。はい、品番は994です。994、はい、いただきました。ありがとうございます。山田先生、本当に今日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。山田先生、最後告知忘れてますよ、はい、あ、本当だ。一番大事な告知ぜひぜひこれね、ビーズアクセサリーフェア、こちらの方がですね、広島の福屋八丁堀本店8階最上というのかな、これ。はい、そうですね。これなんかみんなね、百貨店さんみんな違ってて、これややこしいですよね。ややこしい、最上みたいな、そうそう、最物上とか、ね、もうみんな統一すれば楽なんで、ね、そうですよね。で、これ山田先生のね、作品がね、この DM の表紙になってまして、山田先生これ載せときますけど、はい、これはどんな技法で、あ、これはですね、うん、ビーズステッチの、基本ビーズステッチなんですが、はい、中心にあるのが、はい、ベネチアンビーズ、そして、おー、ベネチアンビーズ、はい、素敵ですね、はい、で、ヘリンボーンとネッティング、はい、ライトアングルというテクニックを使っています。これ、これこのキットが売られてるんですか。はい、それ数量限定ですけど、ございます。数量限定ですよ、皆さん初日から並ばないと。ちょっと少なめ、今回ちょっと少なめそうですね、これキット組なんかもね、はい、これだけの対策になると結構、ね、たくさんこう入れなきゃいけないですもんね。そうですね。あ、そっか、ベネチアンビーズが、ベネチアンがないんです。そっか、これが限定数ですもんね、はい、だからこれもやはりベネチアンビーズを見て、はい、インスピレーションで作っているので、うん、そっか、はい、これも世界で活躍する山田先生のキット、ここの4月の8日から13日まで、開催してますので、で、山田先生のお仲間の先生たちもたくさんいらっしゃるんですよね。あ、そうです、地元の先生と、あと、はい、地方と言わないですね、関東の方からもたくさんいらっしゃっていただくので、そうだ、あ、もうこれ全員も、ね、はい、お伝えできないですけど、はい、有名な先生もいらっしゃいますね、はい、これは広島にいらっしゃる方、これ近県の岡山とかね、ぜひぜひ、あの辺の方も四国の方もぜひ行ってくださいね。ぜひぜひいらしてください。ぜひよろしくお願いします。山田先生、本日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。それではまた DJ トビーのビーズレディオでお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。